琉球デジコのベンチャーラジオ、こんにちは。こんにちは、パーソナリティの愛と千春です。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、今日はね、実はちょっと最初からスペシャルな回なんですよ。そうなんですよね。これでもゲストがスペシャルとかじゃなくて、実は僕ら2人でスペシャルな回をしようというね、はい、なんか振り返り企画みたいなもんですよ。そうですね。そう、普段ゲストでいてやってるものをなんかちょっと違和感あるよね。なんかこの、普段のゲスト紹介とかがないからね。そう、しかも普段こっちでなんかめちゃめちゃ喋るとかもあんまないから。ないね。もう今どうして進めていいのか。なんか逆な緊張、変な緊張感があるっていうところなんですけども、はい、はい、今日実はですね、なんとなんと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 、まあちょ悲しい、まあまあまあし悲しいこと、いや悲しくはないよ。でもまあ悲しくないって言っても語弊があるけど。そうね。愛さんが本日をもって卒業いたします。お疲れ様です。はいね、半年間やっという間の、そうね、うん、まあでも次のステップみたいな感じで、そうね、まあ一応愛さんも4年生、そうですね、大学4年生なんで、4年生で、はい、まあ就活の時期ってのもあって、うんうん、ちょっとここら辺でまた一旦待ってて、はい、別の人に ね、 別のね、バトンタッチで新しく羽ばたくちょっと変なタイミングの、ね、卒業だけど、そうですね、まあ、白い光の中でということでこの広いこの広いみたいなねさあさあそうだから、ちょっとまあ寂しさもありつつですけど、今までのラジオを振り返ってね、はい、2人でいこうかなっていう感じのラジオでございます。はい、はい、ではよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでね、今回はやっぱり振り返りというところで、うん、まあ、前半戦は、まあ、今までいろんな社長の方々、ゲストの方々に来ていただいたと思うんですけど、うん、そこからちょっと面白かったものを2人でちょっとピックアップしていくか、面白かったエピソードとか、ね、まあ、面白かった社長とか、うん、ちょっと印象深かった社長とかちょっとピックアップしていこうかなと思うんですけど、確かに、はい、そうだね、なんかみんな個性強いですよね。うん、そう、みんな個性強いからなそう、だみんどれっていうのはあんまり言えないんだけどね。面白かったけど全部新しい、なんか自分の未知の話だから面白かったけど、でも僕的にこの面白って部分でいけば、エピソード的に面白かったのは、あのアーパスの太田さん。あ、太田さんあの結婚の話、結婚の話ねあの見ていただいたら分かるんですけどちょっと軽く言ってもらって、そう、あの結婚するっていう時になって、まあ、いろいろあの失敗を 3,4 回繰り返してあの奥さんを怒らせるっていう怒らせるのに謝りに行くのもまたちょっと変わった格好して怒らせるっていう、いやあれ面白かったね。確かに結婚までのエピソードも面白いし、そうね、なんかプロポーズのエピソードも面白いしちょっとなんかずれてる価値観なんだよね変わった。自分はね、あのフレスコボール、フレスコボール協会、うん、面白かった。そう、アリンクリンが来てくれた時に、ね、そう、アリンクリンさん来てくれて、なんだっけ、あの新しいスポーツみたいな、ね、あんまり日本じゃちょっとマイナーだけど沖縄でねやってるって、うん、大会があるって言って、そうできてもらって、その後ね、そうだから痩せ、行ったんだよね、そう痩せるっていう風にだラジオ内で上原くん痩せるよって言われて、そう痩せるのかと思って、次の試合ちゃんと、次はもうその週ぐらい週ぐらいだったよね、に、うんうん、ちゃんと大会に行ったのよ。行った、2人で行ったんだよね。2人で行って見に行こうって言って、あれなかなかね難しい、難しい、なんかビーチでやるからしかもやってる選手たち意外となんかコツコツ普通にやってる、しかも女の人同士とかもね、ラリーが続くじゃん、そう、選手は。で、あ、いけるなと思って、特殊なボールとか、なんかボールの感じとか意外と触ったら
あ、なんかすぐつかめるみたいなもんなんかな思ったら全然2人して全然あーみたいなボラッチボラッチみたいな、うん、10回続けるとめっちゃしんどかったよね。そうね、あの10回でも30分ぐらいずっとなんか必死に、うん、でもなんかやってみたらなんかハマる気持ちはわかるよね、うん、なんかこのなんかもう1回、もう1回気持ちいい感覚だよね、一応このボールのね触ってくる感じ、うん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 、あれは確かにハマるなって感じ、ね、しかもなんかあのラケットとボールだけでできるっていう、そうね、うん、もう沖縄なんてビーチもいっぱいあるからさ、あれあのクリスさんはあれだな、この公園とかで奥さんと一緒にやったりするっつとか言ってたから、ね、改めてねやるかいいじゃない。なんか卒だからこれを卒業してフレスコボール協会に入会。そうデジコのオフィスにさ飾ってあるって言ってその後オフィスに行く機会があって、うん、いや普段自分たち私たち行かないじゃんオフィスに。そうねオフィスの方は行かないね。ラジオ局に来てラジオ局から帰るっていう、ね、感じだから、うん、なんかオフィスに久しぶりに行った時にあ本当にあるみたいな綺麗にこう立てられかけてたからねこのバッテンにバッテンにめっちゃ神々しく飾られてるからちょっとあれもらって帰ろうかな最後の出勤の時にね記念で記念でくださいっていいじゃん社長にお願いしてみようかな。いや本当にこんなの見てた思い出すね思い出すよ今名刺見ながらその社長さんとかいろいろ思い出してるんですけど、うん、どうかなんか名刺が面白かったので言えば、うん、最近の鍼灸師の、はいはいはい、高島さん、ゆきえさん、はいはい、ゆきえさんの名刺がこれちょっとあ後ろが点字になってるんです、うん、それ面白くない？面白い点字でもなんかちょっと別のところで聞いたことあるのはこのなんだろうあの目が見えない方っているじゃん、うんうん、そうが良くなる職業とかでマッサージとか鍼灸師っていうのがあるみたいなのよ。そうなんだ。だからそういう面で鍼灸師とかマッサージ師って意外とちょっとなんだろう福祉的な、うん、あの仕事の要素を持ったものだったりとかするからなのかなって思ってらっしゃったんだけど、でもすごいよね。あれその時さ千春くんあれだったんだよね、そのなんだっけ打ち合わせの時にもう刺してもらって、そうそうそう針刺してもらって、でその収録終えた後も実はめっちゃ刺してもらったんだよね、そう首にそう やる前は腕やってもらって次首やってもらってその日の帰りめっちゃなんか楽みたいな肩こり治るみたいな感じでラジオ局 の, このなんか打ち合わせスペースみたいなところが急に鍼灸院になって、うん肩直してもらったからね本当にしかも東京のおしゃれ な, ゃれな美人なお姉さんにお姉さん2人にね本当に幸せだよやめなさい本当にそうでも名刺が面白いで言ったら僕あの新里社長の名刺が一応その時2枚いただいたんですけど、うん、1枚は普通のこのこっちか青森のね、そうあの社長の名刺なんですけど、もう一つがちょっとあのカード風っていうんですかバトルカード風の名刺になってて、そうここで野号って言ってたね、うんうん、野号って言ってたね、でこっちが普通 の, あのカード風のかっこいい名刺なんですけど、わかります、なんかちょっと一癖ある感じの、確かに、しかもなんかああいうちょっと伝統あるなんか沖縄で一番古い泡盛の会社そう酒造がの社長さんがちょっとポップなものってめちゃめちゃなんかこの泡盛に対してのなんかあーっていうこの心の開き方だいぶ変わってくるよね、だいぶ変わるね、そう一番最初はねもうすごい厳格な方と思ったらもうめちゃめちゃ明るくて最初からねダンディーなみたいな自己紹介もうわー面白いなーと思いながらね、面白かった、いやさ実はねこんな人思い出してたらもう10分経ってるんですよ、でこのラジオいつも思うけどこの10分って最初の前半10分って意外と短いのよね、いやめちゃめちゃ短いねもう最初から最後まで噛むじゃんですね最後の最後までちゃんとめちゃめちゃぐじぐじしてたよ、噛んでない回がないかもしれないそうね、しかも逆になんか回重ねていくにつれて噛んでたから
それはちょっと言わないでもらって、ね、全然先輩だからだけどいじれるっていうねさあじゃあちょっと一旦CM を挟ませてもらいます。会社でも家でもどこでも仕事がはかどる、誰でも簡単長文マネー、ちょいとそこ行く社長さん、これ使ってみなあれ、もっと楽にもっと簡単に仕事の効率上がります。会社でも家でも初めてでも仕事がはかどる、社員みんなで長文マネー、誰でも簡単長文マネー。はい、ということでね、はい、前半はまあいろんな面白い社長を思い出しつつみたいな感じだったんですけど、後半ではまあラジオをやっていったきっかけから、まあ うん、ラジオやってみて、まあ、どんな風に今から羽ばたいていきたいかみたいな、ちょっと、うんうん、そういうのを含めていつものちょっとまずちょっとタイトルだけ一旦入れて大丈夫ですか？入れますでは、参ります。今日入るかな、なんか前回ちょっと入らんかったね。ではいきます。うむいのコーナー、甘い、ね、最後にちゃんと聞かせてよかった、そうあれちょっと大丈夫そう、聞かせきれてよかったそうね、じゃあ、ね、まず始めたきっかけ、そう、いや、もともと始めたきっかけは、あの前回の、はいはい、パーソナリティの毛利かなさん、毛利さん、はい、そう、かなさんと知り合いで、かなさんが卒業するってなって、ちょっとなんか探してるんだよねみたいな。あ、モーリーさんから直接来たの？そう、うん、直接なんか新しい人探しててさみたいな、はい、で、なんですかそれ何その面白そうなことみたいなで、ちょっと面白そうなのはやりたいタイプだから何でもねトライしていくタイプ、そう、うん、なんかちょっと考えないっていうか、はい、動くタイプなのね。だからもう、あ、いや、ちょっとやりますみたいな、はい、もう良くも悪くも即返事、そう、え、やる、え、やります食い気味、話があるんだけどやりますみたいな、やります、え、何ですかそれ、面白そうですねえ、やりますよで、入った、で、入った。それが何、12月とかの話、そうだね、なんかもうやりますからめっちゃポンってきて、うわ、すごい、そこから1月になって、で、まあ、ちょっといろいろありつつ、そう、そう、僕も1月のね2週目か10何日ぐらいに、あの、愛さんから急に連絡あってあ、そう、パーソナリティ今1人でやってるんだけど、あと1人欲しいから来てよみたいなはいみたいな、そうだった、そうだった、で、じゃあ分かりました、来週の収録行きます、で、収録に見学行きます、で、そしたら次の日にはもうデジコで、あの、いろいろ契約書とかにサインしてやりますみたいな、いや、愛より早いよね2日後3日後はみたいななんか番組の流れとかどんなのとかも全くそう聞かず入って、いや、もう全然簡単な作業だからとか言って、会社来てよみたいな、ね、うんうん、行って、なんか印鑑とかいろいろして、おさされてはい、喋りますみたいなで入ったのが、でも本当にノリとか勢いが最初スタートだったかもしれない。そうそっから半年やってるからね、うん、成長したのかしてないのかね、分かんないけど半年やってるから、半年やってるよね、やってこれたのがすごいよね。そう、もうだいぶ頑張って本当に入ってくれてよかった。も一人だったらどうしようと思って、いや、もうそんなこと最後に言ってくれるの嬉しいよねいや、なんか気持ち悪いな、感動にするもん、なんかちょっと感動に寄せてってない、そう、寄せていかなきゃみたいなそうで、え、まあ、社長を振り返ってたけど、この、うんうん、これから何やっぱ振りか、羽ばたいていく中で、こんな意見をいろいろ聞いてきて、最終的に自分がどうなりたいとかっていうのあったり、うん、思ったりとか、あ、まあ、いや、どうだろう、うん、でもなんか社長さんたち、うんうん、みんななんか意外とそんな、なんて言うんだろう、硬くないっていうか、なんかこうタイミングとか勢いとか、うん、なんか運とか、うん、そういうのもなんか大事だなっていうのが、そうね、運、そうね、そう、でもなんかそういうなんか運をつかむのってやっぱ行動しないとなんか変わらないっていうか、はいはい、
なんか社長さんもなんかこの人に出会ってついてきて今ここなんですみたいな、なんかついてきたら沖縄なんですみたいな方結構何人かいたじゃん。いたよ。なんかそういうちょっと自分もなんかあそういうのも楽しそうだなって。ああでも性格的にそうなのかもしれない。もでもね、なんかそういう要素だって結局そのやるって言われてやりますって食い気味に12月に話来て、そうそうそう、1月のだって正月の忙しい時期から普通にラジオ局に出入りし始めたでしょ。、うん、もう要素しかなさそうよね。なんかモチベーション高いっていうか、うん、でもモチベーションなんだろうな、なんかとりあえずなんかやらないで後悔よりはやろうっていうタイプで、うん、でもそれってなんか良くも悪くもあるじゃん、うん、まあ、でもそうだからそれちょっとどうなんだろうとか思ってたけど、うん、もうやっぱ社長なんかもうお話聞いてたら、うん、いいかもしれない。やって成功してやって正解な人の方が断然多いよね。うん、分かんないよ、失敗してきてるかもしれない。最後いい感じに締めくくってんな。いやすぐそういうことするから。いやでもそう、僕もやっぱそんなの、まあ、これからも一応たくさん出会っていくと思うけど、うん、そう失敗談とか聞いてても実際、ね、動いてるもん勝ちみたいなね、うん、だからそう動いたらやっぱ運もついてくるし、もちろん人もついてくるし、 そうからまあお金だったりあのアイディアだったりも全部ついてくるから、うん、でもまずこんなさ毎週ラジオ局でさ収録させてもらえるのってすごいよね。そうね。なかなかいないでしょ大学生で。確かにそれを考えたらめちゃめちゃありがたい、この時間、うん、有意義な時間だったね。そうそうそう、めっちゃ楽しかった。いやもうありがとうございます皆さん。ね、最後にちょっと好感度振りまいてこうしてるの。最後にちょっと印象っていう印象を残して終わろうと思って。ね、本当になんか途中いろいろ一応でもね、あの、うん、僕らもあったんだよね、なんかからラジオやっていく中でちょっと怒られたというか、まあ、ちょっとずつ変えて自分らの色にしていきなよみたいな感じで。自分の色出そうみたいなやって、どうやって出すみたいな。そんなもう週に2回とか会議やったりとかして、あそういう時もあった ね、それあったうわーなんかちょっと懐かしいな、うん、なんかもう自分のさ喋った放送とか聞くのもううーってなるじゃん。失敗最初だらけで聞きたくなかったもんね。そうなんかやっぱみんなさ録音した声とか違うじゃん、うんうん、動画撮った声それあれをさ噛むとかそういうのも含めて、しかも中身もやっぱ自分のその改めて聞くと欠点というか、うん、見えてくるわけじゃん、なんか毎回ダメだなと発生しながらそう今も別に完璧とは全然思わないけど、ああいうのを乗り越えて今やっと半年っていうこのある意味節目を迎えたっていうのは本当にすごい。よく頑張ったぜみたいな。さあちょっとしみじみしながら終わりそうだぞこれ。大丈夫か？大丈夫。こんな感じで実はもう20分。20分。いい感じに立ち始めてるんですよ。いやでも次新しい子が入るじゃん。うん。でもまだ見れ誰なのか決まってないっていうか会えてないんだけど、うん、いやーでもなんか次の人に入った瞬間めっちゃなんか人気がこの番組の人気が爆上がりとかさ、視聴率9みたいなね。あれ私あれってなるやん。千春めっちゃ楽しそうだな。おいや一応それは楽しそうにするやんするけど、まあ、じゃあ愛さんとも ちょっと役なおいって逆に私の時そんなんじゃなかったけどな。思いっきり楽しそうにやろうかな。あれこいつちげえやんみたいな、もっと爆発してるやんキャラみたいな。いやそれいいな。いやば楽しみになってきた。番組としてはめちゃくちゃいいこと、ね、楽しみだな。まあ、ある意味次のステップに進むってこと、うん、いやでも本当に、いやでも愛さんとの思い出も本当に深いんで、うん、いろいろなんだかんだいろいろ波ありつつ乗り越えてきたからね。そうだね、今日だってある意味では波だから。そう急遽ね2人でやろうみたいな回になっちゃったところがあるから、そう、ね、そうでもそれでもちゃんと番組になってるから。なってるかな。心配だ。そうね、でもなってると思うよ。なってると信じて。そう信じてね。
っていうところで一旦はい、はい、もうちょっとじゃあなのでエンディングいきます。はい、はい、ということで、ね、はい、今日は愛さん卒業会ということで、まあ、今までの振り、ね、そう振り返りをしつつ、まあ、裏話とかもしつつ、うん、なんだかんだ30分が経つっていうね。いやでも本当に早いね。改めても早いよ、うん、本当に。なんか最初の頃どんな質問しようとか考えてたの最近普通にもう疑問に思ったこと話したの30分なんか、うん、そう。今日は特に早いね、なんか思い出話だから。そうね、なんか自分らから発することが多いから、うんうん、だからある意味溜まってたのかも、ね、あと3時間ぐらい必要かもしれない、ね、話せるよ、全然話せるよ全然ヨガどうする、なんかコーヒーとか持ってきてもらうもん一旦ね、本当にさあ、どう、まあ、じゃあ一旦その半年を振り返って振り返って、ね、どうでしたか。いやでも本当になんかそのひょんなことからね、始めますっていう話始まったけど、え、なんかさっきも言ったけど、こういう経験をできることってなかなかないじゃん。ないね、うん、すごい貴重な経験をもう半年間させてもらったなと思ってて、もうそれをちょっと糧にね、就活など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 、遊びも含めなどなどで生かしてね、頑張っていきたいと思います。はい、はい、今後のデジコも次の子もね入れて活躍を応援してますありがとうございます、はい、そう、でも僕もねこの半年ちょっと振り返ってみて今やっぱ思うのは、うん、まあ、ある意味その僕のラジオのスタートが愛さんで良かったのかなって本当に思う部分もあって、おだからそう、あるそのお互いやっぱ素人同士だったからこそ、うん、こうやってちょっとずつ切磋琢磨しながら、うん、ある意味形になるようになってきたのかなって思うから、うん、最初も機械の使い方から学ぶから、ね、そうそうそう、何このボタンみたいな、うんうんうん、番号ついてないこれみたいなところからスタートして、うんうん、ね、もう今当たり前にヘッドホンつけてじゃあ喋ろうかみたいな感じで喋ってるからちょっとクロード感出してるやめなさい一応ねちょっとっまあまあ慣れがあるから半年のくせにちょっと、いやいや本当にまだ素人ですよ本当にねもう言わすな、まあ、そうだから結局だからこうやってちょっとずつやってきたことが、うんうん、ある意味今ちょっとずつ力になってるのかなって思うから、うん、慣れてる人とやるよりかは逆に愛さんだったからこそ、そのちょっとずつ番組を変えて成長できしていけたのかなって思うかな。ありがとうございます本当に。ありがとうございます。いいこと言った。お互いね、お互い良かったペアだったんだと思います。はい。はい、ちょっと寂しいけど。寂しいけど。はい。今日の収録をもってね、まあ、はい、愛さんが卒業ということで改めて、皆さんも、まあ、ラジオの前で軽くちょっと拍手してくれたら嬉しいですね。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、はい、でなところで最後のいつもの締めのセリフを愛さん、はい、ラストの締めで絶対噛まないでよ。絶対噛まないで。振りじゃないから絶対噛まないでよ。本気で頑張りたいから。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ皆さん半年間ありがとうございました。琉球デジコではシェアオフィスゾークス沖縄へ入居したい企業個人の方向けに会社訪問会やすでに入居している企業との交流イベントなどを定期的に行っています。詳しくは琉球デジコで検索。はい、かまずに言いましたただね音楽が途中で切れたね。しかしてももう最後の最後まで持ってるな腕が、ある意味わざと切ったのかと思ったもん。いや切ってない切ってない、このタイム的に切れちゃったちょっともう最後ね私の声だけを聞いてもらって、ある意味堪能できたかもしれないけど、はい、ハプニングとして、はい、もう腕も持ってるいい女に、はい、なったということで、はい、はい、じゃあ半年間本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした、ね、来週もまた僕と新しい子で進んでいきますので、はい、楽しみにね、はい、よろしこれからもよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで今週もお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。お疲れ愛ちゃん